いじめなのかなみたいな。だから1対1で喧嘩してるのを動画撮ってこれいじめっつって拡散してるけど、なんかいじめってなんか大人数で一人をっていうのが俺の中のいじめだからさ、どうなのみたいな思うけど、ほうほう、初めて殴り合いしたのいつだか分かんない、小学校じゃないの、小学生ぐらいかアイスコーヒー来る前にピザ食べ終わっちゃったじゃんな、早くしてよ、なんでアイスコーヒーのが遅いんだよな、来んのがおかしくないか、うん、昨日もうドロドロに疲れちゃって、昨日のお茶枠のお礼を遅れてなくてさ、今日の朝送ってたの、ごめんね、もうほんと疲れてて、昨日飯食った後にさ、一軒寄ってバファリンに言われてシェイクだけ飲んで帰ってきたんだけど、もうシャワー浴びてもう無理みたいな、もう無理、体動かねえみたいな。でいつもさ iPad で音楽かけてスピーカーで、まあ、小さめに音楽を聴きながら寝るんだけど、曲を選ぶ前に寝てた。iPad で今日どの曲で寝ようかなって選びながら 寝ちゃってたよね。疲れてた。昨日はやばい。なんでこの一番きついのを最後に持ってきたんだろう。井戸掘りが一番きついのにさ、今回のために最後に持ってきちゃってる。来た。シュート。これだな。No. Why? え？Why is that? ああ。これは2000、3000。Thank you. 俺アイスコーヒーブラック頼んだよね。アイスコーヒーブラック頼んだじゃん。カフェオレ出てきたんだけど。まあいいや。カフェオレ出てきた。そしてなんかいつも1ドル取られるのに今日50セントなんだろう。なんでブラックコーヒーの方が高いんだろう。甘いし。まあいいや。ちょっと疲れてるから糖分入れなきゃいけないから。優しいね、ちょっと待って、優しいねが分かんない俺ブラック頼んだんだぜ、全部で3ドルピザとコーヒーで全部で3ドルだから320円ぐらい、安いよ。顔を見て甘くした、どういうこと？いや従業員も決めてんじゃないよ、ね、マニュアル吸ってんじゃない。いや1ドルなんだよね、ブラックコーヒーは。たまにね50セントって言われるんだ。こっち謎なんだって、料金が、料金を店員が把握してないんだよ。
メニュー。この間もなんかさ、飯食いに行ったら、その料理が3ドル50セントって書いてあって、で飲み物が1ドルって書いてあったんだ。普通に考えたら4ドル50セントじゃん。でお会計チェックお願いしますって言ったら、全部で3ドル50セントって言われた。あれみたいな、あれ1ドル安いぞと思って。ああそういうことか。だってクレーム入れたってさ、また出てくるの遅いんだろ。喉乾いてるし。具合悪い。お腹痛い。あとで胃薬飲もう。まあ無事あとね3日間ね、やるべきことを終わらせてから帰るよ。さあ、あのちょっとさ、バスで帰る予定だったの。成田着いて川越まで直行のバスがあるから、バスで帰ろうと思ったんだけど、配信したいから誰かもし迎えに来れる人いたらね、ちょっとお願いします。連絡して成田から、まあ、池袋でもいいや、成田から池袋、もしくは川越乗せてくれる人いたら、中で配信させてくれる人いたら、いや旅の話とかしながら帰りたいからさ。最終日とか、まあ、帰国してね、チップ出ますよ。チップあげるよ。じゃあ、送ってくれた人もリエルでいい。完全着きてくれ。朝7時45分とかね、早いね。もしね、それでも来れるとしてたよね。だから飛行機が7時45分に到着して、そこから荷物が出てくるの待って、で税関抜けるから、まあそこから1時間ぐらいはかかるけど、日にちは26で、26、おはよう。9時近くなると思うよ、空港で。8時40分とかね、なんやかんだ飛行機が到着してから1時間ぐらいかかるもんね。でもで家帰ったらこうやって、ね、この動画やっときゃいけないからね。いやもう、もぐもりでアクシデントが起きてるとか知らねえよ、寝てたから泥のようにですよ、朝です。もし来れるようだったらまた連絡ですから。そうしよう。キートスのリターンもね、ぼちぼち やらなきゃいけないし、入院の準備とかね、入院準備を始めなきゃいけないしさ、今何時ですか、親父、今何時ですかって、シリに聞く方が早いよ、俺に聞くより。なんでコメントで聞くの、シリに聞く方が早いじゃん。ヘイシリ、東京の時間。日本東京都の時刻は6時15分です。な、こうやって指示に聞けよ。俺に聞かないで。モブオはまあ何かしらで活動しようかなと思うけど。入院前にね。しゅうさんおはよう。マナジョリいらっしゃいよ。今何度ですか、湿度は何パーセントですか、
何時ですか。おはよう。おはよう。なんでイケメンなんですか。そうだね、アイドルだからかな。マイナス。言わせんじゃねえよお前。サブのまま、あれはあのバファリンいるときにじゃないとね、突っ込めないから。しんどい体がマジで、どうしようどうしよう、もう体がしんどい。いやもう筋肉痛で目が覚めちゃったな、痛くて痛くて。鼻声もあるわな。風邪ではなさそうだけど、うん、鼻水がキロあたりから出るのよ。免疫が落ちてくるね。お疲れ様です。なんか見えちゃった。ごめんね。ごめんね。なんか見えちゃった。ちょっと今のところ編集しといて、カットしといて。昨日ワンワンはワンワンじゃねえや。ワンワン太郎何時までやってたの？全然もう全然見れなかった。起きれんのかな今日。ちょっと一回部屋戻ろうか。一回部屋戻ろうか。ワンバファコンビは11時ぐらいまで。ああ、日本時間のか。今日はでもね、井戸掘の村で配信できると思うよ。作業が少ないから。猫ちゃん来た。猫ちゃん。猫ちゃん来た。なんで捕まえようとしたの。なんで捕まえようとしてんの。おはよう。筋肉痛でこのバックをさ、この肩のここがめちゃくちゃ筋肉痛なんです。広背筋が。次のも、ここがキッチンだ、キッチン。おはよう。今日中に井戸をやらないとな。終わんなきゃ帰れない。うん。何かやらないよ。もうね。